湧き上げながら第1コーナーへと入っております。
さたじんを巻き上げながらのこの競馬、真夏の戦国絵巻そのものであります。左手を突き上げてただいまゴールであります。ただいまの競馬は阿武隈信用金庫株式会社島商会。第1ゴールを迎えます。気をつけてください。お願いします。武田君主からお願い申し上げます。この幼鳥の坂に足を出したりですね、身を乗り出してご覧になります危険になりますから、どうぞ少しお下がりください。お願い申し上げます。さあ一気に駆け上がります。ただいまの競馬、一着小高号秋葉、二着北号鎌田武者がありました。さあ次の競馬、何頭立ての競馬になるんでしょうか。中野号志賀、北号藤山、中野号同じく中野号、そして小高号抹茶、以上7頭立ての競馬でございます。先頭早くも第2コーナーへ向かっております。ちょっと言いましょうか、先頭2番手等間隔、3番手まで等間隔、3コーナーに入るところであります。ここからの追い込みに期待したいところでございます。先陣2番手争いが制限している。さあ先頭ゴールしました。2番手はどうか、差し切ったか。さあそしてその後もゴール目指しております。さあただいまゴールでございます。ただいまの協賛は株式会社東方銀行から。これより幼鳥の坂を一気に駆け上がります。歩調を整えてまいっております。ただいまの発注競馬4回目、1着遠藤中野号、2着本堂同じく中野号の各騎馬武者でございます。警備本部からお客様のお願いであります。熱中症で具合を悪くされる方大変多くなっております。どうぞ水分などを十分とって熱中症にかかりませんようによろしくお願いいたします。この風を切る坂の音はまさに東亜の場合の響きでございます。株式会社土浦営業本部、若杉裕二法律事務所。さあ、手払い間の競馬、1着2着はどこの若武者でありましょうか。救護所までお越しください。北口救護所までお越しください。ただいまの発注競馬、1着吉田シネハ号、2着織笠北号、以上の騎馬武者でございます。盛大な拍手をお願いいたします。はい、それでは第5回目、
さて本日第5回目の甲冑競馬であります。一斉に審判席前を通過しております。2番手から1番手に上がろうとしているところ、第3コーナー第3コーナーから第4コーナーに向かっております。第4コーナーは手綱さばきが試される重要なポイントであります。さてここからの直線150m、さて一着はトコロワハムシャザー。ただいまの協賛は株式会社藤崎原町店、東北電力株式会社、株式会社リースの森店、株式会社鈴豊、うまい寿司館原町支店、以上です。ただいまの出走は末永小高のエレイ、各騎馬たちの登場は競争を終えて大変晴れやかなものとなっております。ただいま勢いよく幼鳥の坂を駆け上ってまいりますのは第5回目の甲冑競馬を終えました各騎馬たちでございます。1着小高号エレイ、2着中野号イサミムシャのようでございます。1番手、2番手、はい、それでは本番手もいいよ、いっと1番手、2番手は1馬身ほどとなっております。それから6馬身ほど離れて3番手、4番手はすぐ後ろについております。6番手、7番手と続いております。さあ、正面を向きまして残り150m、2番手の馬、ただいま到着でございます。2番手、3番手、4番手と続いております。ただいまの協賛は株式会社 NTT ファシリティ東北支店、南相馬市原町建設業組合。さあ、勝っても負けても泣いても笑っても、これが平成2年最終でございます。さあ、今勝馬が切られました。ものすごい風を切る音でございます。スピードを乗せてそして追い込んでいきたいものであります。では6番に離れているか、ここから追い込めるか、そして3番手4番手中断となっております。さあ、観覧席の皆様、これが最後でございます。盛大な拍手で応援いただきたいと思います。さあ、道が入ります。落馬があった模様でございます。さあ、1番手、2番手とゴールいたしております。その後、続々と到着です。ただいまの上村健治、
甲冑競馬、皆様にご堪能いただきました。甲冑競馬第7回目をもちまして平成22年度の甲冑競馬は終了でございます。